今回は天下四郎のペンネームで知られる土井利忠氏が考えるあの世とこの世についてお話ししたいと思います。土井利忠氏は兵庫県出身の技術者、経営者であり、ホロトロピックネットワーク代表です。1964年東京工業大学電子工学科卒業後、ソニーに入社し、デジタルオーディオ技術、エンターテインメントロボットの開発などを手掛けたことでも知られています。まず土井利忠氏が考えるあの世の実態についてです。土井利忠氏は精神世界へ興味を持った入り口はサイエンスであったと語っており、1984年に筑波大学で開かれた科学技術と精神世界、東洋と西洋の対話というタイトルの国際シンポジウムの詳細な記録を手渡された際、物理学者のデイビッド・ボームが素粒子の不可解な振る舞いを説明するために提示したホログラフィー宇宙モデルに接しました。そしてそれが宗教的な宇宙観に近いことを知ったのがその発端であったといいます。ホログラフィー宇宙モデルでは、この世、ボームが言う明細系 Explicate Order の全ての物質、生物も無生物も人間の精神も時間も空間も全てが一体として空としてのあの世、ボームが言う安在系インプリケートオーダーに畳み込まれており、分離できないと言います。またデイビッド・ウォームが定義した安在系とカール・グスタフ・ユングの提唱した集合的無意識はかけ離れた概念のように見えますが、我々の知覚できないもう一つの世界の存在、分離できない一つの宇宙、時間の超越、東洋哲学との類似性など驚くほどの共通点があり、それらを含めてあの世と呼んでいます。それらの記述内容の違いを、富士山を東から見て記述するか北から見て記述するかの違いに例えています。そして仏教界での空に関する解釈との類似性や、あの世には時間がない、その存在の仕方が時間を超越していることも指摘しており、土井氏が定義したあの世では私は私ではなくなる、私はあなたであり、すべてのものが混然一体となって畳み込まれているという点で個が消滅することを主張しています。またあの世の特性で、集合的無意識からもホログラフィー宇宙モデルからも導けないものとして、愛、宇宙が全体として一つの生命体であり、その基本が無条件の愛であることを挙げており、この点は宗教の方がはっきり歌っていると言い、仏教でいう仏性に通じていると言います。そして土井氏はあの世とこの世の関係を電磁界とテレビ画像の例えでしばしば表現しています。続いてバルドについてです。土井利忠氏は巷ではバルドのことをあの世と呼ぶ傾向があることを指摘しています。そして死んだ後、肉体を脱いでもまだ子が残っているのがバルドであり、カルマを脱いで子がない状態をあの世として区別しています。この世とバルドと空としてのあの世は別の状態のように見える一方、空としてのあの世は常に我々の中に存在し、その上にバルド、さらにその上にこの世が存在するとしています。土井氏はあの世は無条件の愛にあふれた世界であるとしており、そこからセパレーションが起きて子が生じこの世に出てくると捉えており、セパレーション感覚が人生のあらゆる苦しみの源泉になると言います。空としてのあの世に時間が存在しないことを主張していますが、バルド時間についてはカルマを着た途端に時間という概念が発生する可能性を指摘しており、臨死体験におけるパノラマ視現象の存在や近代物理学の四次元時空を持ち出して、バルドには時間が存在しないという仮説を立てています。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。